1820年に描かれたスケッチ。中央の剣がカーテナである。カーテナは、イギリス王権に代々伝わる剣の名称。カータナ、クルタナ、コルタナ、コルタン、クールタンなどと音社されることもある。この名称は、アングルフランス語のカーチン、遡れば、ラテン語のクルタスに由来し、その名の通りキス先がない形状をしている。ムサキカタナ。 無吉崎剣などと訳されることもある。慈悲の剣とも呼ばれ、正解正義の剣、俗界正義の剣、権能の方剣、国剣などとともに、体観法規の一つに数えられている。ピューリタン革命で一度失われたが、チャールズ2世の代に作り直された。1953年にエリザベス2世の体観式で使用された。現在は、ロンドン島の宝物館に展示されている。 トマス・ブルーフィンチも、カーテナ宇中世フランス部君子に登場する英雄オジェ、ルダノアの剣とする伝承を紹介している。伝承中では、ローランの剣デュランダルやシャルル・マーニュの剣、ジョアユーズと同じ材料、同じ製法で鍛えられたとされている。さらにそれ以前は、トリスタンとイゾルデや、アーサー・大物語に登場する英雄、トリスタンの剣であったとする伝承も存在する。オジェに与えられた際に、 おェに合わせて短く詰められたため、カーテナと呼ばれるようになったという、ありがとうございます。